きます。はい、こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山れなのドラゴンチャンネル、毎週お聞きいただきましてありがとうございます。本日はまさに楽園と言いますか、こうオープニングから耳がこう喜んでるなと思うわけなんですけれども、本日はBS のテレビ番組でもおなじみで、ピアニストとして活動を続けられております、YouTube で発信もされておられます、横内あゆみさんです。こんにちは。横内さん、ピアニストということで、今度横内さんにラジオに出ていただくんだよっていう話を私、周りの方にいろいろしましたら、すごく皆さん、興味持ってくださって、というのは、私の周りで横内さんの YouTube を見ながらピアノを習ってる方がめちゃくちゃいるんですよね。ありがたいです。はい。お子さんたちも、こうレッスンをしながらお家で横内さんの YouTube でこう自分が習っている曲をこう見習って、あ、こんな風に指を使えばいいんだとかいう風に勉強されているということなんですけれども、本日は横内さんがピアニストを目指されたきっかけですとか、またどういった方法でこうピアノの腕を磨いてこられたかなど、いろいろなお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまず自己紹介ということで、はい、お自身のご紹介をお願いいたします。自身の紹介ピアノの演奏として、演奏としてちょっと緊張しております、すみません、ピアニストの横内あゆみと申します。はい、ありがとうございます。はい、横内さんは、はい、すごく柔らかい優しい声でいらっしゃるんですけれども、ですか。はい、普段こういったトークとかいうことはそんなにはされてないですか。トークお話しすることは好きなんですけど、はい、この通り緊張しいなもので緊張しております。ありがとうございます。大丈夫です、ボリュームもちょっと調整していただいて。お世話になります。お世話になります。横内さんがこうピアノを始められたきっかけっていうのは、何歳ぐらい、どんなきっかけでピアノをスタートされたんでしょうか。はい、私は、4歳頃から習っていたそうなんですね。というのは自分自身では鮮明な記憶がないもので、はい、姉がピアノを習い始めて、それを羨ましがって始めたのよというふうに聞かされております。ご姉妹でもお姉さんがもともとピアノを習われて、そうですね、ご家族も音楽がすごく好きなご家庭に育ったということなんでしょうか。両親は嫌いではなかったと思いますけど、何かをやっていたというわけではないですかね、はい、4歳からピアノを習われて、はい、今このようにプロフェッショナルとして大活躍されてるんですけれども、こうやって活動を続けたり広めたりするためのコツというか、あるんでしょうか。活動を広げるためのコツ、そういうものが知りたいなと思いながら毎日コツコツやってるうちにもう今日になってしまったっていう感じですね。今は YouTuber とかよく聞くんですけれども、はい、横内さん拝見したら随分以前から、はいはい、演奏されてる姿をインターネットで発信もずっとされていて、はい、すごく蓄積もあられるんだなと実際にお会いすると本当に美人さんで、今日もラジオ局に来た時に社長さんが大学生ですかって間違えられてたんですけれども、マスク効果ですその活動の厚みというのもすごく感じるんですよね。でまた今は何でもデジタルの時代ですけど、例えば AI とかもピアノ弾くんだけど、はい、こんな風なすごく悲しかったり嬉しかったりドキドキしたり、いろんな感情がこうピアノを拝聴しながらイメージするというか、
感情の厚みみたいのもそこの音に含まれてて、はい、この方って何なんだろうと言いますか、ご自身の表現力を磨かれるためのコツというか、どういったレッスンを続けてこられて今の腕を手に入れたのかなというのもぜひお聞きしたいなと思いました。コツ、私自身はそうですね、ひたすら先生から出された課題、宿題っていうものを、やりながら、あとピアノだけをやるっていうことはやめた方がいいっていうふうに先生から言われてたんですね。その他の経験もたくさんした方がいい、はい、だから音楽高校っていうんですかね、そこに私は受験したかったんですけれども、はい、あえてその一般の他の友人なんかも作れるところに進んだ方がいいよなんていうアドバイスはいただいて、そういう楽しい、まあ、いろんな経験の部活動とか、たくさん経験をさせてもらいながら。あ、では音楽以外の部活動もされてたんですか？部活動してましたが音楽でしたね、吹奏楽でした。あ、吹奏楽ででもパーカッションですね。はい、そうだったんですね、はい、高校からパーカッションを部活動で取り組まれて、そして音大にも進まれていらっしゃるんですかね。はい、そこから音楽大学を目指しました、はい。この音楽大学生時代からこの活動を、コンサートですとか発表されていたんでしょうか？いいえ、その頃はしてないですね。どういうきっかけでプロになられたんですか？プロになるにはどうしたらいいのかが分からなくて、とりあえずコンクールに応募してみたり、オーディションに応募してみたりっていうことを繰り返してましたね。で、アーティストを募集している事務所のオーディションも受けて、なるほど、はい、始めましたね。いろんな芸能事務所というか音楽事務所にも所属されながら挑戦されながらということを今お聞きしました、はい。この感受性を育てたりするための工夫というのは、例えば本をすごく読まれるとか美術展に行くとか、はい、何かあるんでしょうか？私は刺繍が大好きでして、はい、よく読んでますね。あ、刺繍ですか。刺繍大好きですね。今もカバンの中に入ってますね。え、何の刺繍を読まれてらっしゃるんですか？もうポケット刺繍って言って、そのいろんないわゆる名作みたいなものが少しずつ詰め込まれたもの。あ、出てくる。あ、実際に今マネージャー様が、はい、そう、金子みすず刺繍と、はい、あとはもう本当にいろんなものが入っている、はい、宮沢賢治が入ってるとか、はい、新川和江、井上久志、長田博士なんていう。普段から移動中に刺繍を読まれたり。刺繍とかはもう大好きで読んでますね。そうなんですね、はい。何かこの実際にこう YouTube で拝見してもお声がすごく柔らかいということもあるんですが妖精さんみたいな、そんな気がしてるんですけど、実際にお会いしてもすごく存在がそのものがファンタジックというか、ファンタジックですか、現実世界になかなか出会えないようなエレガントな雰囲気ですとか、ロマンチックな雰囲気とか、なんかこう見習わなきゃなというか、いやいやいや、そんないつも現実的なことに追われてる私ですので、すごくエンターテイナーとして素敵だなって思いました。すごく嬉しいです。本当ですか？とっても嬉しいです。でも声はですね、はい、実はコンプレックスなんですよ、はい。え、そうでしたか？そうなんです。声が大嫌いで、はい、人からも笑われたりちっちゃい頃してたんですよね。なので今そういう風に言ってもらえるんだなと思うとすごく嬉しいですね。
そう言っていただけると、私はむしろこの可愛らしいお声からすごい音楽がっていうこのギャップというか、実際に弾かれると力強い曲もありますしね、すごくいろんな幅の表現をされてらっしゃるなと思って、私自身もよく横内さんの音楽を拝聴しております。ありがとうございます、はい、では続きましては、先ほどオープニングで子犬の、ワルツ、ショパンの子犬のワルツを、横内さんの演奏で、聞かせていただいたんですけれども、はい、続きましてはパガニーニの主題による教師曲より第8変奏第18変奏です。第18変奏長いラフマニノフの、演奏となります。お聴きいただきましたのはパガニーニの主題による教師曲より第18変奏でした。素晴らしい演奏でした。この曲を本日選んでくれたのは横内さんなんですが、はい、この、パガニーニの曲を選んでいただいた理由というか、ありましたら教えてください。はい、もう単純にメロディーが大好きすぎて、もう私の心を掴んで離さなかったっていう理由ですね。でピアノのソロの曲ではないので、自分自身で弾きたいがために編曲をいたしました。あ、編曲もしてらっしゃるんですか。はい、大したものではないんですけれども、もともとこれはオーケストラとか、オーケストラとピアノでやったり、 あとはバイオリンの方が演奏したりすることが多いですね。なるほど、はい、では実際にある曲をご自身が演奏されるときに編曲というのもされてらっしゃるんですか。そうですね、はい、はい、続きましては、オープニングで様々な、小学生の方、中学生、高校生も含めたピアノを、今習ってらっしゃる方々が横内さんのファンでいらっしゃるってお話しさせていただいたんですが、はい、そういった視聴者の方でも、ピアノを今習ってらっしゃる方いらっしゃると思いますので、どうしたらピアノ演奏が上達するのかというようなお話聞けたらなと思うんですが、アドバイスありますでしょうか。アドバイス難しいんですけど、もう一言シンプルに、楽しんで毎日コツコツ
続けることだというふうに思ってます。5分でもいいので、とにかく毎日毎日毎日5分でもいいので。横内さんも今も毎日演奏されてらっしゃるんですか？するようにできるだけ努力してます。毎日どのぐらい演奏されてるんでしょうか？日によって本当に変わるんですけど、私なんていうんですかね、休憩を挟んじゃったりすると続かなくなっちゃうタイプなので、ぶっ通しだと本当に7時間8時間、休憩しちゃうともうそのままお昼寝しちゃったりしちゃうので、はい、はい、で時間がない時は本当にまあ30分だけでもっていう感じですね、はい、なるほど。1日にしてならずですね。また、今日ですね、質問を、視聴者の方からお聞きしてまして、はい、横内さん実はこう手がそこまで大きくないっていうのをお聞きしたんですけれども、この1オクターブを演奏される時に横に広げて横からこう演奏するっていうことなんですが、はい、実際に今手を見せていただいてもいいですか？はい、あ、確かに指がそんなに大きいというイメージではないんですが、これはピアノを弾かれる時に困ったりすることあるんですか？かなりも困ることしか起きないですね。そうなんですか、はい、大事な音が、作曲家が指示している音が、はい、出せなかったりしますね。大きい手の作曲家が作っていたりするので、はい、その通りに再現できないんですよ。ではそういう時に努力で、例えば筋トレをされるとか、こう弾き方で工夫されるというコツがあるんでしょうか？そうですね、弾き方で工夫をしたり、まあ、あとは指の間を広げるストレッチみたいなものをやって、指と指がこう、はい、ギュッと開くように、はい、っていうのは結構癖でずっとこう、あ、指の間に今も実演していただいてるんですが、指と指の間にグーを挟むんですか？グーを挟んでもこうでグーッとこう指と指が、わ、すごい、ピアニストみたいな。ピアニストなんです。あ、間違えた、ピアニストじゃなくてバレーリーナという年なんでした。失礼いたしました。バレリーナの足みたいな、あ、はい、感じで広がってびっくりしました、はい、やると本当に広がるので、はい、手がちっちゃい方、特に女性とかはね、華奢な方多いので、はい、おすすめですね。効果かなりあると思います。なるほど、はい、グーで指の間を広げると、うん、そうですね、元々の指がそこまで長くなくても演奏がしやすくなる、指が広がるので、はい、はい、しやすくなりますね。なるほど、いろんな技を教えていただいております、はい、続きましては、このピアニスト、ピアノの演奏をされる、時のアドバイスでもう少し具体的にあればと思うんですけれども、はい、毎日演奏すること以外に、うんうん、こういうところを工夫したら成長するよということありますでしょうか？成長するよ、よく生徒さんにお伝えすることは、そうです、私の通ってくださってる生徒さんは大人の方が、はい、多いんですけれども、いろんな大人になるといろんな経験ってするじゃないですか、はい、サラリーマンの方とかだったら会社でこんな辛いことがあったとか、はい、町またではちょっとこう不倫の話題があったとか、まあ、いろんな感情に日々なる瞬間っていうのがあると思うので、はい、その感情と演奏している時に出ている和音、はい、でこうなんていうんですかね、和音に気持ちを重ねるというか、ここのところはちょっとこう不倫しているような、はい、なんていうかこうスリリングな音だとか、ちょっとこう内に秘めてる情熱みたいな響きがしませんかとか、はい、ちょっとここは重い足取りで疲れた時に、はい、じわっと心に響いたりしませんかとか、そういうふうに、うん、お伝えすることが多いですかね、具体的なエピソードとして。あ、なるほど、その、この、楽譜のままに、コピーして演奏するというだけではなくて、はい、その今、演奏されてる曲がどんな思いで作曲家の方が作ったかとか、はい、その音に感じる情景はどんなものなのかとか、はい、そういったことをご自身で
イメージして、そうですね、それをご自身の人生の中で感じられるいろんな気持ちと重ねてみるみたいな。そうです、そうです、なんか演技みたいですね。あ、そうかもしれませんね、はい、私も、はい、映画監督をさせていただいて、はい、日々いろいろ演技のレッスンですとかすることあるんですけれども、その時にこの表現力がある役者さんとそうじゃない方と、でも皆さん磨かれていくとだんだんこう表現できる幅が広がってくるなっていう様子を拝見してるんですが、はい、音楽演奏でもそういった表現の感情表現っていうのがあるんですね。ありますね。だからですね、なんか私横内さんの音楽を聴いてると、はい、自分自身のいろんな感情とかドラマのシーンみたいなのとかいろんなシーンが浮かんできます。本当ですか？はい、それ本当に嬉しい褒め言葉です。あ、本当ですか？ありがとうございます。では、続きまして本日は音楽たっぷりでお届けしたいと思います。レシェティスレシェティスキ、すいません、レシェティスキの作曲されたロマンス。はい、お聴きいただきましたのはレシェティツキ作曲の、ロマンス、横内さんの演奏です。本当にロマンチックな、なんか雨のパリを歩いてるようなそんな雰囲気がしましたけどこの曲を選んでいただいた理由っていうのはありますか？はいはい、この曲はですね、私が大好きなショパンと同じポーランドの作曲家なんですね。で、ある時、聞く機会があって、その時に初めて知った曲なんですけど、一目惚れをしました。
ポーランドの作曲家さんなんですね。横内さん、今いろいろな活動もされてらっしゃるということなんですが、実は今月末にはコンサートも予定されているということで、そのお話もぜひお聞きしたいと思います。どんなコンサート企画をされてらっしゃるんでしょうか？はい、初めての配信コンサートをさせていただきます。今年2020年に、本当だったら全国、はい、北海道から福岡までお伺いするはずだったんですけれども、ちょっとこんなご時世で中止にしましたので、でもやっぱり皆さん全員に会いに行きたいっていうちょっと欲張りな思いが出て、はい、配信だったら、まあ、画面を通してですけど全員に会いに行けるんじゃないかなということで、はい、配信をさせていただくことになりました。ぜひ全国のファンの方も横内さんにお会いしたいと思っている方たくさんいらっしゃると思いますので、ぜひ皆様横内さんの、ブログからも案内があるんですけれども、31日の配信コンサート、ぜひチェックしてみてください。どういった演奏内容になるんでしょうか？はい、もう有名どころの曲を集めました。まずベートーベンイヤーなので、ベートーベンの悲壮のソナタじゃなかったです、テンペストのソナタ、月光のソナタ、あとは大好きなショパンの別れの曲ですとか、幻想即興曲、皆さん必ず聞いたことはあるという耳なじみのある曲を選曲しております。そうなんですね。はい、大体時間はどのぐらいの、何分ぐらい、どのぐらいの演奏時間なんですか？はい、ですね、トータルで90分ほどを予定しているんですが、そのうちの30分間は生配信をさせていただきます。ではそこで生でお聞きした視聴者さんが、はい、拍手したりというか、何かそういうやり取りみたいなことがあるんでしょうか？やり取りなんかもできるといいなと思いながら準備を今しております。はい、そうなんですね。はい、今この音楽業界でも大規模のコンサートというのがなかなかできないという状況の中で、皆さん配信ライブをされて、その表現方法も日々進化してますよね。そうですよね。はい、なんかこう例えば倉庫みたいなところで演奏されて、複数のカメラで撮られて、お客さんはこうカメラに直接見られてるみたいな角度で見れたりとか、 なんか皆さん演劇でも音楽でも様々な工夫をされて、まあこの大変な時代ではあるんですけれども、ある意味新しい表現が生まれる可能性があるんじゃないかしらと思いまして、ぜひちょっと私も拝聴したいなと思うんですが、31日は何時からなんですか？31、午後の2時から。はい、はい、そこから生配信を30分間やりまして、はい、はい、その後また60分間コンサート動画、撮りたてのものを。なるほど。はい、では今は連日その配信コンサートに向けて練習をされてらっしゃるところなんでしょうか？はい、してますね。コンサート前っていうのはやはり緊張されるものなんですか？吐くほど緊張します。そうなんですかなるほど、とっても楽しみです。はい、この全国の、ツアーで楽しみにされていたこのファンの皆様に対して、横内さんから何かメッセージございますか？はい、本当はお一人お一人のお顔を見て、直接そのいつも YouTube などでねお世話になっているのでお礼をお伝えしたかったんですけれども、まあ、画面を通してになりますが、会いに行かせていただいて、お一人お一人にいつもありがとうございますっていうことをお伝え、演奏でお伝えしたいなというふうに思っております。まあ、そんなふうに言われたら皆さんぜひ聞きたくなってしまうと思うんですけれども、私の、いつも横内さんのピアノを、聞きながら演奏している友人たち家族と一緒に拝見したいと思いますありがとうございます。お願いします。はい、楽しい放送なんですけれども、あと1分ほどとなってまいりました。来週も横内さんゲストにお越しいただきまして、このプロフェッショナルとして活動されていく
く中でのさまざまな思いですとか、コロナ後どうしてたのとか、いろんなお話を聞いていきたいと思います。では15秒ほどで、最後メッセージをお願いいたします。はい、ちょっとラジオで緊張しておりますけれども、お聞きくださってありがとうございました。来週も出させていただけるとのことなので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本日のゲストはピアニストの横内あゆみ様、そして、この増山玲奈のドラゴンジャーナル、ご協賛いただいておりますのはマッキーリズム様、株式会社 KYI 様です。